皆さんこんこにちは、えー、それでは2017年、えー、ここが出たマンション管理士本試験解答速報庫、えー、規約適正化法を担当させていただきますレックス専任講師の大田ですよろししくお願い,いたします、はいえー、とまず2017年度のマンション管理士の本試験受験お疲れ様でした。えっ、ー、と、まあ、皆さんの中で手応えどう,だどうでしたでしょうか さっとまず今回の、えー、本試験問題について、まあ、全体的な私の印象を、まあ、お伝えした上でまで、あ、担当する、えー、標準管理規約それから適正化法の問題、まあ、それについての、まあ、特徴などをご紹介していきます。まずあの個人的な印象としては、まあ、問題法令系特に区分所有法ですとか、まあ、標準管理規約、えー、こちらは 難易度としては比較,度比較的高くないと思われるんですね、まあ、いわゆる基本的な問題が被災されているように思われましたですから、まあ、しっかかりとと基本事項を学習されてききたた方は得点が、まあ、できたんじゃないかなと思いい思ます、まあ、それに対して例えば被災マンション法ですとか、まあ、マンション建て替え円滑化法それから、まあ、不動産登記法などありましたが、まあ、これらは逆に難易度がかなり高いものが被災されていたので、まあ、実際に あのまあたまたま偶然得点できたという方以外は正解をするのはまあ相当難しかったという印象を持っています。それからあとまあ設備系ですね。で設備系に関してもまあ基本的な問題それからと難解な問題がまあ例年によって入り混じってたと思います。まあ、全般的にににはは昨年に比べてまあ特に難難度度が上がが上ったとかああるいはまあ難易度があの 下がったとかいうことはちょっとないのかなと思いますですのでまあ、得点できる問題をしっかり得点していただければまあ、設備系に関する問題はおおむね良好だと思われますえそれからあとはえっと特徴的なところとしてはまあ、標準管理委託契約書これが1台主催されていますえこちらは改正がありましてまあ、いわゆるマンション管理業者が 管理組合に変わって、また、あ、宅建業者に対してまあ、いわゆるマンションに関係する情報の開示。まあ、これを変わって行うという規定があったんですが、まあ、そちらの改正がありました。まあ、そこで、えー、と問題としてはま被、あ、災される可能性があるんじゃないかとまあ、個人的にも思っていました。ま1、あ、問ですが、え被災されています。ただまあ、内容としては今ご紹介した改正点が。 一問〇〇出たというのではなくてまあ、一足で出ていますまた内容としてもまあ、その一足改正された部分をわからなくても他から正解が出せた問題なのでまあ、改正とは言いつつもまあ、その改正部分がズバリ出た というわけではないので、まあ、その点ではまもう少し工夫をして欲しかったかなという印象あります。また標準管理委託契約書、まあ、こちらの学習を全くされてないという方は、もしかしたら得点がしづらかったのかもしれません。あとあの個数当て問題、えー、こちらが全部で8問採されています。特にあの標準管理契約ですとか、マンション管理適正化法にそれらが集中しているので、まあ、むしろここでま差がつく。 え、それから管理業務主任者の受験をして、合格された方はま5、あ、問免除の特定がありますからまあ、その点ではその5問免除の特点を活かして受験した方の方がまあ、この形式だけ見ると有利であったように思われます。はい、えー、まあ合格ラインはもちろん合格発表までは分かりませんが、まあ、個人的な印象としては、まあ、昨年よりも難易度が上がった。 あるいは下がったという印象を、まあ、受けていないのでうんと個人的にはえ合格ラインは、えー、と昨年と大幅に何か変わるということは、まあ、ないんじゃないかと思います。まあ、具体的な点数はもちろん、 えー、合格発表を見てみないと分かりませんが、まあ、個人的な印象としてはそのように感じていますまあ、難点っていうのはもちろん分かりわからないんですが、まあ、難易度としてはま昨年よりも上がったとか下がったとかいう何か大きな変化があったとはちょっと思えないですねはい、えー。それではまあ少し担当するま規約それから適正化法の部分の問題をまあかいつまんでご紹介をしていきます えと今標準管理規約に関係する問題なんですけども、まあ、例によりまして、えー、と問題からすると問いの25番目ですね、まあ、こちらから、えー、続いてきます。まずあの問いの25番目、えー、ここは、まあ、改正された部分ですが、まあ、昨年からもう改正部分は、まあ、被災されてきています、まあ。昨年受験されたという方は まあ本年この改正されてからま2回目となりますので、ま受験生の多くの方たちもま改正の部分は学習が進んできてるんじゃないかなと思います。まあ、その点ではもう対策はま十分取られてきてると思いますので、まその点からすると先ほど言ったように。ま標準管理規約の問題の内容としてはまさほど何か？ あの難解なな問題というのは少なかったと思いまだ、まあ、ただ先にご紹介したように、まあ、個数当てが含まれてますから、まあ、その個数をうまく、えー、当てられたかどうかっていうのはまたちょっと別の話になりますよね。ただ内容的なものとしては、まあ、少し細かいものも記載されてるんですが、まあ、比較的、えー、っと難易度はあの優しかったのではないかなというふうに思います。まずあの問いの25番目ですね まあ問題文に書いてありますように断熱性の向上のために窓ガラスの改良これを行う、まあ、いわゆる窓ガラス等の改良これに関係する規定が標準仮規約にありますので、まあ、その、えっと、規定内容を分かっていれば答えを出せたんじゃないかなと思います。まあ、現在ははは問いののの番番目目正正解解適切なもの1番目としております、まあ、ただ後日この正解は 変更させていただくことがあると思います。あるかもしれませんので、まあ、その時はご了承をお願いいたします。はい。で、これはまあその、えー、窓ガラス等の改良のま規定が分かっていればいいんですが、まあ、ポイントとしては、まあ、本来その窓ガラスの改良これは管理組合が行っていくものです。まあ、ただし、まあ、速やかに管理組合の方でまやっていただけないといったときに、まあ区分所有者が、えー、書面による え承認申請して認められたときにえそれを、えー、と行うことができるとまあですからまあ管理組合があのなかなかまあやってくれないっていうのが要件の一つになっているのでまあそれをしっかりと確認してえ分かっていれば答えは出せたのではないかなと思いますえ、はい、これが二十五番目ですそれからあと二十六番目がまあ役員の選任に関する問題でまあこれも内容的にはさほど難しくないんですがちょっと まあ疑義が生じるものもあります。えっ、ー、と役員の1解任はまあ、これまでも何度も試験出てきていますから、まあ、あの見ていただくと分かる通り、改めて何か目新しいという問題ではないです。ただまあしっかりと、えー、正確に記憶しておかないとまあ、個数当ての問題ですから、まあ、正解をうまく出せないかもしれません。まあ、現在問いの26番目、えー、適切でないものとしてまあ、3ついい上としております。 ただ絵のとところは、まあ、正直言ってが、えーまあ、が生じえ疑義が生じじるいえばます。ただ、標準管理規約上の規定ではこの、まあ、理事は総会で選任されますが、まあ、選任された、えー、理事の中で、まあ、理事長とか副理事長とか会計担当理事これを決めていくんですが、まあ、現在の標準管理規約ではこの理事会 の決議で決めていくことになっています従って選任された理事の間で各理事の役職を決定するという文言になってないのでまあ、その部分で間違いじゃないかと思われますまあ、ただ意味合いとしては、えー、理事会の決議によって選任するということと変わりませんからまあ被災者がどのような意図で出したのかただ 問題文で標準管理規約によればと書いてありますから、標準管理規約上はこのような文言の使い方をしていないので、絵のところは、まあ、現在は不適切ではないかと思っております。はい、それからあと問いの27番目ですね。ええー、と問いの27番目はまあ、いわゆる結核条項。これにあたるものはえっ、ー、と役員としてまあ、選任できません。ということですが、まあ、これも改正部分が聞かれてきていますよねで。 ええと、1番目のところがまあ、適切でないものとして正解にしています。まあ、それはこのようなまあ、計画条項になってないわけです。まあだ、どういうことでまあ、現在管理組合の運営に関して裁判中であるかは？はまあ、詳細書いてありませんが、まあ、いわゆる管理組合と何か裁判を行っているということです。で、その行っている区分所有者は？ 役員になれないんですかってことですが、まあ標準管理契約上ではそのようなものを、えー、と除外していません。したがって、まあ一番目が、えー、適切でないものとして正解ではないかと、えー、現在は考えています。それからあとはえっ、ー、と二十八番目ですね。問いの二十八番目。えっ、ー、と二十八番目に関しても、まあこれまた個数当てに関係するもので、まあ特にアデスとかイ、まあいわゆる価値割合というのが 標準管理規約のコメントに書いてあるんですまあ、これも改正されている部分ですがまあ、少し細かい点から被災されているといえば被災されているんですね、えー、ですからここは個人的にはちょっと点数が取りにくかったんじゃないかなと思いますあとは右、えー、のところもまあ、いわゆる議決権行使の代理人の資格ですよね、えー、これも改正で、えー、新たに設定されたものですでこの親族に関しても まあ、議決権行使の代理人にできるんですが、まあ、いわゆる一親党の親族に関しては、まあ、これは同居を要求していないんですけどもそれ以外の親族は同居を要求している、まあ、そんなところをしっかりと押さえておかないと正解がなかなか見つからなかった問題じゃなかったかと思われます。はい、そしてあと問いの29番目ですね、えー、とこちらも 理事会の運営に関係するものとしてまあ、これまでも理事会の規定は何度か被災されてますからまあ、問題としてはさほど目新しいものではなかったと思われます、えー、そして現在は問いの29番目3番目まあ、ここも、えー、理事会で決議できるのは理事です、まあ、したがって、まあ、幹事は理事じゃないですから理事会での議決権は持っていませんまあ、もちろんあの幹事は えっと理事会に出席して意見を述べるということをしなきゃいけないという規定がありますが、あの理事会の構成員じゃありませんから、まあ議決権はないわけですね。で本来出席しなきゃいけないんですけども、まあ何らかの理由でどうしても出席できないということもあると思います。でその時に理事会を開催できないかと言ったら、理事会自体は理事がしっかりとあの出席できれば。 開催できますので、まあ、幹事も出席義務は課せられていますけども、まあ、出席たまたましなかったからといって理事会の開催までできないという規定にはなってませんからね。はい、それが問いの29です。それからあと30番目ですね。もうこれもまあ、いわゆる改正に関係する問題と言っていいです。また、あ、ただただ少し細かいものなども聞かれているので、まあ、少し迷いがちの問題だとは思います。で現在は適切なものは1番目としています。 例の、えー、っと総会とか理事会とかの議事録これを見せてくださいという閲覧請求ができるんですが、まあ、その時に利用付した書面を要求すするかかどうかっていうこといこですよねで理事会とか総会の議事録に関してはこの利用を付した書面というのは請求、えー、っと理由を付した請求というのは必要ないんですけどもねそれ以外のもの、えー、それ以外のもので例えばここに書いてあるような大規模修繕工事の実施状況 あるいは今後の実施予定に関する情報まあ、これは利用付した書面による請求が必要なのかまあ、こんなのをしっかりと整理しておけば1番目は適切と選ぶことができると思われますはい、そしてあと31番目ですね、えー、単独で行うことができるもの理事が単独で、えー、ごめんなさい理事長が単独で行うことができる事項ですこれもまた個数当て問題になってますで。 まあ、これも細かい知識をしっかり持ってないと、正解を出すことが難しいと思うので。まあ、個人的には、一見すると優しそうには見えるんですが、点数は取りにくい問題になっているんじゃないかなと思います。はい、まあ、これも条文規定そのままですので、まあ、その条文に当てはめていただくと、まあ、答えが出てきます。はい、それから、あと三十二番目ですね。先にご紹介したように、まあ、標準管理委託契約書。マンション管理士の問題では。 例年、被災されていないんですが、まあ、先ほど言ったように改正がありましたので、まあ、改正された部分が被災されうるのではないかと予想していました。で、まあ、予想通り1問出てきてるんですが、まあ、先にご紹介した通おり、まあ、ズバリ改正、えー、された問題が1問として出てるわけじゃなくて足のの番目が改正の部分として出て出いますただ、えー、と正解となっている適切なものは、まあ、現在、足の2番目としているわけですね。 でこれはまあ標準化に委託契約書一通り学習されている方であれば、まあ、2は適切として選べるんじゃないかなと思います。ただそのほかに1番目とかはあの費用負担ですとかあとは管理事務室等の無償使用に関係するものですねこの辺りが少し迷わせるような問題ではなかったかと思いますが、まあ、問題の難易度としては高くないと思います。はい、それからあと33番目ですね えとこちらは理事会決議、えー、承認に関係するものですけどももうこれはやさしい問題だと思いますしたがって、まあ、答えも、あのーまあ、基本的な事項をしっかりと記憶理解してしとけば難なくさ、えー、正解を、えー、出せたんじゃないかと思います、まあ、現在は33番目に関しては4番目、えー、こ,れがこれを正解としています。えー、と以上が標準管理規約 えそれからあとは標準管理委託契約書の問題ですねで次に今度問いの46番目ですえっ、ー、と適正化法ですまず指針に関してとなっているんですがまあ、指針も改正がされたものです、えー、今回この46番目はまた個数当て問題となっていますのでまあ、これも何か、えー、こうかもしれないああかもしれないという迷いが出てしまうと正解がうまく見つけられなかったのではないかと思いますまたあの 個人的には、絵の足ですよね、えー。この、これなどは、まあ、正しいようにも見えるし、あの、間違っているようにも見えるので。まあ、その点では、意外に、この、えー、標準、えー、ごめんなさい。マンション管理適正化指針は、点数取りにくかったのではないかと思われます。はい、そして、次四十七番目ですね。マンション管理士に関する問題です。まあ、例年、えー、このマンション管理士試験では、え、被災されてきています。で、これも。求められている知識は。 罰則に関係するものです。で、罰則っていくつもありますからまあ、それらについてえ、全てしっかりと記憶しているっていう方はまあ、なかなかいらっしゃらないと思うんです。まあ、その点では、この47番目も正解がしにくかったと思われます。だから、適正化は今年に関しては、えー、ちょっと点数が取りにくいですね。まあ、去年もちょっと点数取りにくかったと思いますがまあ、今年も同様に点数は取りにくいと思いますえ、そして、あと問いの48番目ですね。 でマンション管理業者の業務に関係するものですがまたこれも個数当て問題ですから一、まあ、つ迷,わな、えー、迷ってしまうと正解がうまく見つけられないと思います。で聞かれてる内容もうんと若干細かいものを聞かれているのでこれも正解するのはやや難しかったと思われます。はい、これ48番番目目ですね、はい、そしてあと49番目マンンンション管理適正化推進センターの 行うべき業務これマンション管理業者が、えー、マンション管理業者の団体が行う業務、えー、それからマンション管理適正化推進センターが行う業務これはこれまでも、まあ、時々ですけども被災されてきてきいます、まあただ頻繁に被災されているものじゃないので、まあ、学習が手薄になってしまうとこですしかも子育てになってますからこれもちょっと点数が取りにくかったのかなと。まあ、センターはいわゆる 管理組合それからマンション管理がマンション管理士ですねまあ、こちらをバックアップする組織になってるんですまあ、その点で言えば足の絵マンション管理業の健全な発展発達を図るための調査研究って書いてあるんですけどもまマ、あ、ンション管理業者をバックアップするというのはまあ、いわゆるマンション管理業者の団体でしたそこで 手のところはおかしいという風に気がついてもらうと良かったんですが、まあ、それがまあかなかなか迷ってしまうと、これも点数、えー、正解が出しにくいと思います。あと50番目ですね。今見ていただいた問題でまあ、唯一、えー、これは違うだろうというものを見つけることができたんじゃないかなと思います。まあ、それが1番目ですよね。あの正当な理由がなく、マンションの管理に関する事務。えー、っとこれに関して知り得た。秘密を。 え漏らしちゃいけないまあ、これはいいんですがまあ、これは当然マンション管理業者の使用にその他の従業員でなくなったとも当然なんですがまあ、別にこれ期間制限とかないわけですね5年経ったらじゃべらべら話していいかっていうとまあ、そういうことにはなってませんまあ、したがってそれに気がついていただくと一番目は比較的正解がしやすかったと思いますはいまあ、以上ご紹介してきましたがまあ、内容自体は 規約それから適正化法まあ、さほど難しいとは思えないんですが、まあ、いかんせん。この個数当て問題がここに集中してきてますからまあ、その点ではこの個数をまどれだけ得点できたのか、ここはやっぱり合否に影響してくると思われます。まあ、皆さんはどれだけ得点がまできたでしょうか？まあ、合格発表を待たないと合格点数っていうのはもちろんはっきりしませんけども。 まあ先ほどご紹介したように、難易度としては去年よりも高くなったとか、去年よりも下がったとか、まあ、そういう印象はちょっとあまり受けないというのがま個人的な意見です。はい、えー、以上が本年度のマンション管理試験の規約適正化法に関係するものです。はい、それでは2017年ここが出たマンション管理士本試験回答速報、これで終了させていただきます。お疲れ様でした。